政治経済学部は政治学、経済学を中心として社会科学を学ぶ大学の学部である。政経学部を正式名称としている大学もある。政治経済学部を最初に発足させたのは早稲田大学である。しかし、口日のように早稲田大学の旧称である東京専門学校創立の1882年よりも前に東京大学が1881年に文学部内に 政治学及び理財学科を設置している以降は通説である政治経済学部の原点は早稲田にあるとの説に基づいての説明となる。すなわち早稲田大学においては同大学早々期には政治学を法学部の一部門と捉えるドイツの慣習に合わせた考え方が主流であった中、イギリスの慣習を採用して経済学とともに政治を学ぶ学部として 政治経済学部を発足させたと主張している。これは当時のイギリスにおいて政治の理解なくして経済学の理解はありえない。経済の理解なくして政治の理解はありえないという理解がなされてきたことによる。そのため法学部が文系学部の中心学部であることが多い。日本の大学の中で現在においても早稲田大学においては伝統的に政治経済学部が 早稲田の文系学部の看板学部、中心学部となっている。諸外国の遠隔を考察すると、コース名から見れば、例えば、英国において、首相を含め多くの政治家を輩出してきたことで、知られる、オックスフォード大学のフィロソフィー、ポリティクスエコノミクスプログラムのように、英国を中心として、同様のカリキュラムを有する大学が多く存在する。オックスフォード大学のプコースは、 社会哲学から政治学、経済学までの広い分野をカバーしており、学生は各分野の中からいくつかの科目を選択して受講する。卒業生には多くの政治家、著名人が含まれる。早稲田大学の政治経済学部においても同様のカリキュラムが採用されている。伝統的にイギリスでは政治学と経済学を融合的に理解することが行われてきた。現在ではポリティカル、 エコノミーとエコノミックスは別の概念であるが、政治学と経済学を一体的に学問研究する意義は増しつつある。以下では、政治経済学部という学部が日本で生まれた大まかな遠隔を述べる。イギリスにおいて日本の政治経済学部に該当するものとして、ロンドン大学の留守が挙げられる。同校の正式名称は、ロンドンスクール・オブ・エコノミックスポリティカル・サイエンスとなっており、 日本における政治経済学部と近い学問構成となっている。一方、日本国内では東京大学の文学部内に政治学及び理財学科が1881年9月に設置されている。早稲田大学の旧称である東京専門学校はその翌年の創立であるから東京専門学校の学科の構成をするにあたって、 この東京大学の学科構成を真似たものとも思われる。東京大学の関係者がまず政治経済学という学問を日本に輸入したと思われる。以上のことから、早稲田が自ら政治と経済を融合的に学ぶことに積極的な意義を見出したという理解が妥当であることとなる。現在もなお日本の大学の文系学部において法学部が中心学部であることが多いのに対して、 早稲田大学においては、政治経済学部が看板学部、中心学部であるのもその根拠を補強するものと言える。そこで、誰が日本において、政治経済学という学問、ないし、政治経済学科、政治経済学部という学科学部を作り出したのかは、一応疑問があると言えるが、少なくとも、以下のことは言えよう。すなわち、日本で、政治経済学科ないし、政治経済学部という特殊な、 学科、学部が設置された背景としては、次の事実が考えられる。当時日本においては近代化の過程で様々な外来語が翻訳されており、学問名も例外ではなかった。その後、学習院大学と明治大学が早稲田大学に習って政治経済学部を設けたが、学習院大学では、そのわずか11年後の1964年、 政経学部を法学部と経済学部に改組している。早稲田大学政治経済学部では行政学と近代経済学を主とし、明治大学政治経済学部は社会学とドイツ歴史学派経済学を主とした学問体系を築いた。現在では複雑な世界規模の経済現象と政治は密接に関わっていると乗り換えから政治学と経済学を融合的に学ぶ意義が さらに理解され、政治経済学と呼ぶべき、新たな学問体系を創造するに至っている。現在では、どの大学でも政治学と経済学の両方を学べる、学部という位置づけになっており、経営学まで網羅している大学もある。総明両大学、特に経済学の分野では、学問体系が対立関係にあることから、この2学部に所属する学者の間で、経済学論争が起き、 旧来から継承されていた近代経済学と歴史学派経済学の根本的、具体的議論が繰り広げられた。両大学ともに学生運動の時期はマルクス経済学が主導権を握っていたこともあったが、冷戦構造の終焉を経て近代経済学の確立が目指されることになった。具体的な論争内容は60年代以降の 学生を中心とした政治経済学研究会や教授陣の論文雑誌である政経論争において中心の論点となった事項が数点挙げられる。現在では明治大学政治経済学部でも近代経済学が主でありマルクス経済学系の教員は1名である。これは早稲田大学政治経済学部も同様である。カリキュラムを見ても社会主義経済学、 ロシア東欧政治論が必修ではない応用科目として存在している程度である。また、明治大学では地域行政学科が設置され、行政学にも力を入れるようになっている。1990年代以降、国際弁護士でエコノミストの湯浅クトをオブザーバーとして多くのシンポジウムやディスカッションを両大学のゼミ連携で行っており、大学間の論争は影を潜めている。 強敵には、環境学、平和学の展開を背景に、レギュラー,シー音楽派を弾く、経済理論の高級の様相も提している。政治学においては、早稲田大学名誉教授の内田光や、明治大学名誉教授の岡野薫との協調出版や、大学間研端講師を相互に引き受けるなど、むしろ協調的交流さえ伺える、対立構図はなくなった。なお現在では、近代経済学においては、 早稲田と、明治ともに、ほぼ同数の教員が揃っている。それらの教員は、早稲田大学では、大和瀬達治。明治大学では、池田一身の後継者である。大和勢は、河川理論の権威であり。また池田は、シュタッケルベルクの愛弟子にあたる。大和勢は、イーシュナイダー。池田は、シュタッケルベルクの翻訳を、日本でいち早く行ったことで知られている。大和勢は、その長。 河川価格の理論で、早稲田大学経済学博士、池田はその論文、不完全競争理論の体系化のための試論で、明治大学経済学博士となっている。さらに、現在では、総名もにそれぞれ、マルクス経済学の教員を一名しか置いておらず、早稲田では、藤森頼明明治では、飯田和人が講義研究に当たっている。これらの実態を踏まえると、 聡明政形論争はもはや過去のものとなっており、現在ではそのような論争を知らない世代の若手教員も多くなってきている。聡明館では学者間の論争を中心とした学問体系となっていたが、他の大学の政治経済学部は政治学、経済学を結合させた研究、教育を行うという立場を取っていた。聡明以外では最も古い政経学部を持つ拓殖大学は もともと台湾への入職者に関する教育を実施する大学であったことから学問的な論点も去ることながら実際に宅職地でどのように行政と経営を実施するかを研究、教育する学問体系をとっていた。さらにこうした視点から法学まで内包した科目体制をとっており、現在でも法学は政治学の一分野としてのカリキュラム編成がなされ、学科名は 法律政治学科である。また、戦後の解説となる、東海大学と国士官大学では、早くから経済学と政治学を有機的に連携させる体制をとっており、現在多くの大学が目指している、学際思考を当初から持っていたと言える。授与する学士の学位の代表例としては、政治学科では、政治学士、経済学科では、経済学士が主流であったが、学士の表記が、 学士というものに改正され、今日では学士、学士、経済学科では学士などが主に授与される例となっている。近年は学科名も多様化しており、学位名称も多様化の傾向にある。ありがとうございます。